てのワンマンライブでこのような大きい会場をご用意してくださってありがとうございます。今日と明日2日間よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなに取得してもらいたいパフォーマンスはこちらです。右からラッタ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 ッ、こちら。タップダンスで感動させることができるように頑張るでまず自分たちの持ってる曲は圧倒的にしてほしいし、で漢字欅のものもしっかり受け継いでるんだったら、その本家よりも最低でも負けてほしくない。みんなものすごく頑張ってる、歌上手に歌おうとして練習するじゃない。それと同じぐらいやっぱトークって大事なんだよね。ライブの流れの中で作っていくものなので。なんか結構 MC を任されることが多かったんですけど、
なんか最後までなんかありきたりなことしか言えなくて、あんまり自分の言葉で喋ってる感がない MC になってしまって、そういう場面でもちゃんと自分の言葉で喋れるようになりたいなって思いました。正直リハに一日も参加できなくて、みんなと一緒に会ってたのが当日だけで、みんなに本当に申し訳なくて、自分絶対いらないと思ったし、自分いない方が絶対いいコンセプトできるって思ってるし、悔しい、自分が悔しいなって思った。それは2日間ぐらいは参加できたので、なんかやってるうちにみんなとも仲良くなれたし、こんなに両方やるのきついと思ってたのに、今いるこのどっちも兼任できてることは本当に幸せでありがたくて、だからこそなんかどっちにいる時間も一生懸命頑張ってっていう覚悟がちょっとできて、自分がこう話してみるとたくさん仲良くなれて、今回のライブはそういうとこで MC とかなんか普通のパフォーマンスでも笑えたのかなって思います。それでは間もなく開演いたします。開演前で、あ、間違えた、開演前で、開演前開演までノリノリで待っててね。
複雑なんでキスしようと思ったの？え、いやなんかいつもと同じだし、なんか変えようかなと思ってサプライズで。なんかライブが来るのがワクワクしてて、なんかそんな気持ちになったの初めてで、いつも不安だし、なんか大丈夫かなって思うし、でも今日は本当になんか遠足の前夜みたいなワクワクした気持ちでライブに臨めたのが自分の中では大きな変化だったなと思います。今日この場を借りてちょっとお話しさせていただきたいと思います。大丈夫ですかね？いいですか？ありがとうございます。多くの方が知っていられると思うんですけど、長濱ねるちゃんが5枚目のシングルから漢字専任ということになりました。そうですね、私たちはずっと12人でやってきて、この全国ツアーも12人で完走するものだと思っていたので、突然のそういうお知らせにちょっとメンバーも戸惑ってしまったんですけど、でも先日ねるちゃんとこのメンバー12人だけでお話しした時に、別にグループは一緒だし永遠のお別れなわけじゃないんだよって言われて、ねるちゃんもすごく残念残念って言ってくれたんですけど、ひらがなけやき12人でやってきた歴史がなくなってしまうわけではないので、この12人でやってきたことを糧に新しい頼もしい新メンバーも9人増えて総勢20人となって、これからもどんどんひらがなけやきとしてもっともっと皆さんに好きにもなってもらって、大きなグループになりたいと思っているので、これからも私たちの応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。行ってよー。
幕張はどんな公演にしたいですか？今まで来てくださった皆さんに集まってほしいし、で、なんていうんだろう、今までツアーしてきた中の最終、最終集大成なので、なんていうんだろう、今までで本当にこんなに成長してきましたみたいなのが見せられたらいいなって思います。じゃあこのまんま、スタンバってもらって、俺がせーのって言ったら振り向いてくださいね。せーの、ハッピーバースデートゥユー、ハッピーバースデートゥユー、おめでとう、おめでとう。ふーは16歳のふーは、
ンバーの柿崎めみがリハーサルの途中で骨折をしてしまって今日の公演に出れなくなってしまいました。本当に私たちも残念なんですけど、一番苦しいのは本人だと思うし、それでもめみは笑顔で私たちを送り出してくれたので、このステージに11人で立ってる気持ちで今日は頑張っていくので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、謙虚、優しさ、絆、キラキラ輝く、キラキラのフォーリーシックス、イン2期生いくぞー。あー
Thank you.
たちもそんな思いを込めて歌います。太陽を見上げる人を選ばない。誰かに何かを言われてここから動きたくなるかな。この場所が好きだから今僕は自分の足で立ってるんだ。限られた大地には多くの人たちがやってきて、何度も争ったけど境界線なんていつの日か消えてゆく。
ここで10人揃って、はい、私たち T シャツに着替えたということで、うん、次の曲に行く前にもちろんこの会場に今日は公演に出られなかった柿崎めみが来てるのでちょっと呼びたいなって思います。めみー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 柿崎めみです。めみー、めみー、みんな待ってたってよ、うん、ありがとうございますじゃあめみのめみからねちょっと一言いただこうかなと思います、はい、手を骨折してしまって、昨日と今日のライブをお休みすることになってしまいました。でも私はすごく元気なので心配はしないでください。今もう昨日も今日もずっと裏でみんなのことをモニターで見てたんですけど、やっぱり悔しいなって気持ちはすごくあったんですけど、みんながこうやってライブをしている姿を見ていたらそんな気持ち忘れちゃうぐらい、なんか本当にみんなから勇気をもらって改めてみんなのことが大好きだなって思いました。今このステージに11人全員で立てていることが本当に幸せです。また今度はちゃんと元気な状態でまた皆さんの前でここで絶対ライブをするので待っててください。めみは本当に悔しいはずなのに裏で目が合うと頑張ってとかすごいずっとモニターを見て笑って見てくれてて、それが私たちも本当に心強かったし、なんか本当にみんなでひらがなケーキなんだなって思いました。そうですね、私たちはもうすぐもう今結成されて1年半が経つんですけど、ここでライブをできてることが本当に夢のようで、1年半前もっと前ですね、まずひらがなけやきの存在を知ったのが長浜ねるちゃんが最初一人でひらがなけやきということになって、まだ漢字けやきさんがサイレントマジョリティでデビューする前に私たちは募集されて、それで選ばれた11人なんですけど、最初はやっぱり皆さんにあまり受け入れてもらえないなっていう気持ちがあって、その中でそんな中で漢字さんはどんどんサイレントマジョリティや世界に愛しかないとかどんどん坂を登っていく姿を見ていて、そんな中で私たちは何もできていないまま、みんなでどうすればいいんだろうねっていう感じで何回も話したりして、少しだけ辛い思いをしたり、そういう中でみんなでこのひらがなけやきの中ですれ違いが起きてしまったりして、進む方向が分からなくなったりして、でもそんな中でも私たちのことを待っていてくださる、応援していてくださる皆様がちょっとずつ増えてきて、どんどん私たちのことを認めてもらってきているなという実感が出てきました。ずっと12人でやっていて、その12人で歌った4曲ひらがなけやき誰よりも高く飛べ、僕たちは付き合っている永遠の白線、この4曲は本当に宝物だし、今でも永遠の白線を夏の全国ツアーでずっと歌っていたんですけど、永遠の白線を歌うとその時の景色が思い浮かんで、ねるちゃんの後ろ姿を思い出したりして、でもその後ろ姿を思い出して頑張ろうっていう気持ちになったり、あとちょっと話はそれちゃうんですけど、永遠の白線の最後のポーズでそれぞれがポーズをしているんですけど、一番最後にねるちゃんの
寝るっていうポーズをしていたりするポイントがあるんですよ。なんか私たちはずっとねるちゃんから始まった12人で、1人から始まり12人に増えたひらがなけやきで頑張ってきて、今は次に11人になってしまって、でまた20人に増えたんですけど、ずっとねるちゃんの意思は思い継いでるし、こうやってどんどん私たちのことを好きって言ってくださる、応援してくださる方が増えてきてるし、だから私たちはこんなところで、こんなところっていうのもちょっとあれなんですけど、ここでとどまっていられないなって最近特に思います。まだまだ未熟な私たちなんですけど、9人も後輩が増えて、もっともっと頼もしく、かっこいいハッピーオーラで包まれたひらがなけやきを今の20人で育てていきたいなと思っています。私たちのモットーはハッピーオーラという単語があって、それをモットーに皆さんにハッピーを届けたいという、その気持ち一心でライブや活動、ブログとか書いたりいろいろ活動しています。なので今日のライブで皆さんがハッピーになって、帰り道笑顔が絶えないっていう、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいなと思います。これからももっともっとたくさんのハッピーオーラを届けていくので、ひらがなけやきの応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最後になりましたが、アンコールの、ね、一番最後の曲としてあの曲を歌いたいと思います。皆さんペンライトの準備は大丈夫ですか？それではタイトルコールを一緒にお願いしますね。「気づいたら知らないか」
かすごいライブで力があるものなんだなっていうのがすごい分かって、なんか本当に悔しかったんですけど、でも本当になんかみんなのこと見てたら自然と笑顔になれたし、なんか本当に楽しくて、だから見てる人からしたらなんか本当に力をもらえるもので、なんか自分が今日そうだったように、なんかまたこれちゃんと直してまたステージに立って皆さんに力を与えられたらいいなって思いました。